こんんにちはキンちはゃん B B と申します、まあ、今回はですね、えー、短期時間軸を使いまして、まあ、実際にですね、えー、どういった形でですね、えー、シナリオですよね、えー、トレードシナリオを組み立てていくのかについて、えー、情報を発信をしていきたいと思います当チャンネルは1年前カリスマと言われるトレーダーたちがこどって天馬が鳴ると言っていたアンジェスの天井を具体的に1280円くらいと予想 その後の調整も350円まであると予想し他の YouTuber の中で最も正確かつ具体的なアウトプットを出していたチャンネルであります。 はい、といととうことでですね、今回この動画につきましてはパワーポイントのですね、資料を使っているんですがこのパワーポイントの資料につきましては PDF に落としまして概要説明欄の方ででですす、ね。ね、まあ、ダウンロードできるようにしておりますこれにつきましてはですね、先着20名様無料で配布をしておりますので必要な方はですね、こちらからダウンロードしていただければと思います。 また、週1回、ですね、毎週火曜日にですね、視聴者様もしくはですね、フォロワーの方から要望いただいた銘柄をですね、ライブで分析するですね、企画をやっております。 一応ですね、えー、ライブ中でもご要望いただければですね、えー、順番通りに分析していくんですけれども、まあ、どうしてもですね、ライブだと多くの方からですね、えーまあ、ご要望いただくという、ね、状況がございますので、えー、確実にです、ねえー、分析してほしいというね、銘、えー、柄をねある方につきましてはまずね、フォロワーになっていただいて、えー、固定されたツイートのところからですね、えー、ご要望いただければと思います。本動画をご視聴される上での注意事項になります。 ご確認くださいはい、ということでですね、えー、今から中身に入っていくわけなんですがまあ、今回のですね、えー、内容がまあ、トレードシナリオのですねまあ、作成の仕方というね、えー、部分に焦点を当てておりますのでまあ、その内容を理解するために必要なですね、えー、知識について若干ですね、補足をしていきますまあ、本当はね、今日ですね、えー、上場したばっかの体ノートというですね、銘柄を をやっていこうかなと思ったんですけれども、ま本日ですね、ストップ高をしているということで、ま非常にですね、相場に勢いがあるんですよね。で、こういう状況の時については、あのテクニカル分析がですね、通用しない可能性もあるのかなというところで、で、まあいろいろね、チャートを見回ってみたんですが、なぜかね、まあインデメンタ、トヨタ自動車ですよね。トヨタ自動車のチャートが。 まあ偶然分、ねえー、かりやすかったので、えー、今回はです、ねえー、トヨタ自動車の、ね、チャートを使って、えーねあのー、トレードシナリオのです、ねえー、構築の仕方について展示をしていきます。で今回、ねえー、使う分析テクニックにつきましては、まあ、フラッグとかです、ね、ペナントといったチャートパターンをです、ね、使っていくんですよね。でチャートボタンにつきましては まあ基本的にはですね上に2回下に2回ですね反転ポイントがあんまできるわけなんですけどもそのね反転ポイントを見極めた,見極めた後まあ実体ですよねえチャートパターンの部分を実体で囲ってですねそこからあの目標株価をですねアウトプットしていくというテクニックを使っていきます。まあ、ここではでははチャーートパターンはまあ実体でですねー四角くく囲っていくんだというねイメージで捉えていただければと思います。 はい、それではいます、えー、まずね、えー、トヨタ自動車なんですがあファンダメンタルズからです、ね、確認していきますとトヨタ自動車につきましては時価総額22兆9030億円の対策メーカーで、えー、特色といたしまして世界首位級の自動車メーカー国内も高シェア観光技術で首位提携を加速でありますまますた不動化物質につきましては非好評であります。 あとですね、トヨタ自動車で、えー、注意しなければいけない点がですね、1つありまして、まあ、それはですね、えー、決算が今日発表されたんですよね。えー、なので、この決算発表を受けて、えー、次の営、ねえー、業日でですね、まあ、どう反応してくるか、まあ、これがね、えー、結構大きく変わってくるのではないのかなというふうに思います。まあ、なので、ですね、今回やっていく、まあ、トレードシナリオですね、えー、これがね、かなりですね、えー、精度が試されるのかなというふうにです、ねえー、思っております。 ファンダメンタルズの確認については以上になります。はい、それではですね、えー、テクニカル分析の方に入っていきます。で今回ですね、まあ、時間軸については、あの非常に短い、ね、時間軸でやっていこうかなというふうに考えています。まあ、いつもね、3ヶ月ぐらいの、ねえー、時間軸を、ね、目安として分析しているわけなんですが、まあ、今回はあのー、トレードシナリオのです、ね、効果を測るという、ね、位置づけで、まあ、時間軸をですね、まあ、短く、ね、していって、 まあ大体ですね、イメージ的にはデイトレードからですね、もしくは2日間のスイングというですね、イメージでやっていきますのでその、ね、認識でお願いいたします。現在、ね、ご覧のチャートにつきましては2020年11月6日現在のトヨタ自動車の冷やしチャートになります。ということでですね、まあ、トヨタの、ね、冷やしチャートを分析していきますと 気になるとこころでですすね、ね、えー、の出来高ですよ、ねまあ、それまではですね、えー、まあ比較的少ない出来高でも、まあ、み合いの状況をです、ねえー、続けてきたんですけども、まあ、ここで、ねえー、出来高が伴っているということはこのね、も、えー、み合いをブレイクしてこうかなという、ね、動きがね、えー、見られたのかなというところであります。ということでね、ラインを引いていきますと、まあ、こういったね、ラインになっていくわけなんですがこれを見るとですね、まあ、気になるのは あの1回ね、ね、えー、この黄色いね、えー、右肩下がりのトレンドラインを上抜けしたんですけどもそこからですね押し戻されて、えー、この枠内に入ってきているところがですね、えー、気になるのかなというところであります。あとですね、RSI を見ると一応、ですね、えー、この RSI の形を見る限りはこのねも、えー、み合いブレイクは本物だよという、ね、ですね、えー、形になっているんですよね。なののでもしかしかたらね、えー、こ RSI を信用すると、この陰線というのは、あまあ、騙しの陰線になる可能性もあるのかなとね、えー、分析をしております。まあ一応、ですね、えー、時間軸がまあデイトレードからですね2日間のスイングということで、えー、今回です、ね、えー、この冷やしですよね、冷やしのまずね、高値と安値ですねの部分と、あとまあ初め値ですね、初めの部分もしっかりですね覚えておく必要があるのかなという、ねえー、状況であります。また あまあデイトレードで行く場合についてはまあここですね ATR も禁止する必要があるのかなというねえ状況であります、まあ、今回はですねえ2日間のスイングということなのでこの ATR はですね特にねえ使わないんですがあデイトレードでえー作戦を立てる場合につきましてはこの ATR ですねえしっかりねえ禁止する必要があるのかなというねえ状況でありますはいということでですねえ時間軸変わりまして現在ご覧のチャートは2020年 11月6日現在ののトトヨタ自動車の5分足チャートになりますまずねいつものようにこの5分足チャートをですね、えー、順を追って分析をしていきますとあのこのねまずこのポイントですねこのポイントの目標株価ですねアウトプットしていきますと、まあ、今ねこのもみ合いですねこのもみ合いのも、あのー、み合いをね上抜けブレイクしてこれが騙しに終わってですね一回下に落ちたんですが。 この黄色いラインをです、ね、割り切れずにまた、ね、上抜けブレークしてきたというところですよねで。この上抜けブレイクの目標値につきましては、だいすねエネルギー的にはこの青い矢印のね、値幅のエネルギーがあるということで、えーね、このエネルギー分ですね、足していきますと、だいたい目標株価的には何千、ね、円あたりなのかなという、ねえー、状況だったんですよね。で、今ね、えー、まあ、何千円を超えて、何千50人まで到達してです、ね、エネルギーがなくなったので、 今、ね、調整してきてきいる状況なのかなという、ね、イメージでありますで今のですね、チャートにつきましては、ちょうどですね、黄色いゾーンのところで揉み合っているのかなという、ね、イメージを持っています。で、この黄色いゾーンのですね、揉み合いのブレイクした場合のですね、目標株価をアウトプットしていきますと、大、ま、体、あ、エネルギー的にはですね、7067円から7140円ということなので、十三円ですよね、73円のエネルギーがあるということで、 まあ、717円からですね、73円を引いていくと、まあ、6944円になってくるのかなという、ねえー、状況であります。なのでこのね、えー、黄色い揉み合いをです、ね、上抜けブレイク様については7140円ですよね。下抜けブレイク様については、まあ、6944円たりまで,ですね、えー、動いてくるのではないのかなという、ね、分析をしております、まあ。ということでですね、この分析でですね一つのシナリオができるんですよね。 もし、ねえー、この黄色いゾーンの、ねえー、ポイントで寄りついた場合につきましては、和、まあ、抜きブレイクトライバーにつきましては、7068円以上で逆差して、ね、下限取り、損切り株価につきましては7016円ですよね、で利益確定の、ね、株価につきましては、あまずね、えー、7067円と、ねえー、7017円につきましては、50円の値幅がありますよね、50円の値幅があるということで、えー、7067たす50でですね、 まあ7117円ということなのでまずね第一ポイントですね第一目標が7117円で半分利格ですよね。で第二目標につきましてはこのねもみ合いブレイクの目標株価であります7140円あたりになってくるのかなというね分析でありますで続いてですね下抜けした場合につきましてはこの7017円をですねブレイクしていく7016円以下逆算してりエントリー で、損切り株価につきましては、あこのね、えー、7067円の1円上ですね、えー、7068円ですね。で、えー、利益確定の株価につきましては、先ほどね、同じですね、えー、7017からあ50を引くとですね、えーまあ、6967円ということで、大、え、体、ー、いいね、値幅にすると49円ですよね。で、えー、第2目標ですね、最終目標が、あこのね、えー、まあ、 も、ね、み合いブレイクした場合の目標株価であります6,944円という、ね、イメージであります。でこの際です、ねえー、注意するのは、まあ、この2点ですよね。えー、まず、ね、デートレードする場合につきましては ATR が109という、ねえーまあ、状況がありますので、えー、例えばです、ねえー、終わり値が7,019円なので7,019から109を足した、まあ、7,128円ですね。 7, 円あたりが最大値になってくるのかなというところで目標株価を変更する必要があるのかなという状況であります。また6983円のラインですよねこれはこの緑のラインですねこのあたりが6983円になるんですがこのあたりについてはもみ合ってくる可能性があるのかなというところで下抜けした場合についてはここをです、ね、抜けられるかどうかです、ね、注意する必要があるのかなという、ね、分析をしております。 まあこれがですね、えー、黄色いゾーンのあたりで寄りついた場合ですよね、えー、このシナリオであります続いてですね、えーまあ、黄色いゾーン以外ですよね、えーまあ、この黄色いゾーンの外になってくると思うんですがそのですね、えー、シナリオの想定のやり方についてですね、えー、やっていきたいと思います、まあ、黄色いゾーン以外でですね、寄りつく場合の想定といたしましておそらくね、えーまあ、経験則なんですけどもこのねも、えー、み合いをブレークしたポイントですね ブレイクしたま目標株価付近ですね。なので上だったらね。740円付近ですよね。下だったら6940円付近で寄り付いてくるね。えー、かね。可能性が考えられます。まずねえー、経路依存以外で寄り付く場合のね。イメージにつきましては、経験速度をね話をしていきますと大体ですねこの揉み合いをブレイクした目標株価付近でですね寄り付いてくることが多いんですよね。 まあ、そうなってくると大体、まあ、ね、えー、上にね動いてきた場合につきましては7140円あたりですよね寄り付きがで下に動いてきた場合につきましては、まあ、6944円あたりで寄り付いてくることが予想されるんですが、まあ、一応ですね若干幅をね持たせまして7067、えーねえー、円から7140円の、ね、間で寄りつく場合と 7,017円からですね、えー、6,944円あたりの、ね、間で寄り付く場合のイメージで、ね、話を進めていきます、まあ、このトヨタ自動車のです、ね、冷やしチャートをです、ね、思い出してみると、まあ、だいたい陰線ですね初め値が7,700円付近でしたよねで高値が7,152円で安値が、ね、7,015円ということで,で、まあ、冷やしの四、ねえーまあ、本,本値を、ね、思い出してみると インセのですね、はじめ値が、まあ今日のね、えー、ロースカシにつきましては、冷やしにつきましてはですね、えー、はじめ値が7070円ですよね、えー、7070円、なので、7067円を超えて寄りついてくるっていうことは、おおむねですね、高い寄りをしてくるということですよね、そうなってくると、まああの、確かですね、右肩下がりのトレンドライン、冷やしを見ると、右肩下がりのトレンドライン走ってましたよね、えー、それを超えて寄りついてね、く、えー、るという形になるかと思います。 まあその形になってくると上に上がる可能性が高いんですがまあそれでもですね一応念には念を入れてですね慎重にいくという位置づけでまあここで寄りついた場合については7152円の高値がありますのでこのね高値を超えるまで待って入った方がいいのかなという状況であります。なのでシナすとでいきますと7153円以上で逆差し簡易エントリーで還元取り損切り株価につきましては 本日の冷やしですね、冷やしの安値、7015円ですよね。もしくは30分安値更新でね、ロスカったのかなというところであります。で、利益,利益確定株価につきましては、7215円、当初の目標株価がですね、7215円ということで、大体これはですね、これちょうどね、7152円をね、ブレイクした場合につきましては、U 字型のチャートパターンはね、完成してくるんですよね。そうってくると、 大体いいですね、その半分の、ね、目標株価が7215、まあ、円あたりになってくるということで、このあたりで,ですね、まずね、えー、第一目標で、えーね、目標、ねえー、利益確定すると、で続いてですね、えー、まあ、7286円ですよね、134円、大、ま、体、あ、いいですね、えー、この値幅が134円あるということで、えー、まあ、7286円ですね、この有事型のですね、えー、深さが134円あるということで、135円か、135円あるということで、 まああね、七千二百十六円になってくるのかなというねイメージであります。あとですねもう一つにつきましては、まあ七千百十二円をね、えー、超える前に、まあ三十分単価をですね超えた場合につきましては、まあ逆差進で買いエントリーですね。で、えー、損切り株価につきましては、まあ七千十五円かまあ同じですね三十、えー、分安ね更新で損切りかなというところですよね。で利益確定株価これもちろ、まあやりですね、七千二百十五円と七千二百十六円になってくるのかなというねイメージであります。 まあ続いてですね7017円をまあ下回ってですね寄付た場合のねイメージなんですけども、まあこれはちょっとね難しいんですよね。まあというのはローソク足の実態でですね、えー、まあ終わり値とですね安値のあまり差がねあんまりないんですよね。まあなのでですね、まあだいたい6135円ね、えー、これを終わってくるまでは待った方がいいのかなというイメージを持っています。まあもしくはね、えー、30分安値を 終わってきたときですねえそこで、えー、逆さしでカラオリーエントリーで入ってですね木、えー、株価的にはまあ、6,835円あたりですね、えー、このあたりぐらいまでは伸ばしてくれるのかなというイメージを持ってますなぜねこれ慎重に行くかというとまあ寄り付きのですね、えー、騙しのにあった場合については一気に持ってかれてしまうので、えー、そうではなくてですねしばらく様子を見て 冷やしのトレンドが下に行くというね、えー、明らかになるような局面ですよね、まあ、30分休んでを更新してくるという局面につきましては、まあ、このね、えー、形につきましては、あの,冷やしのです、ねえー、上抜けブレイクがだましの形になるので、高い確率で下げてくるんですよね。えー、まあトレンドが下になってくるというのが明らかになってくると、高い確率で大きく下げてくると。そうなってくると、まあ、2日間のスイングで狙っていけば、 6835円あたりまで,です、ね、伸ばしていけるというね、イメージですので、それの場合についてはね、30分休んでの、ね、更新まで待って入った方が手がたいのかなというね、イメージであります。あともう一つに、ね、なりましたね、7152円をですね、上回って寄り付いた場合ですよね、その場合については高い確率で要請になるというね、イメージですので、7152円まで待って、7152円で差し値改変取りですね。で、 えー、目標株価は特に、ね、設定できなくい,いので、その場合はですね、えーまあ、デイトレードという、ね、位置づけで、えーまあ、終値で,でね、出、え、ち、ー、まうという、ねえー、状況であります、まあ。ロスカットはですね、えー、7015円あたりでいいのかなという,、ね、いうことであります。はい、以上でですね、えー、シナリオの作成のですね、えー、解説については終わりたいと思います。本日も最後ままでごご視聴いいたただきありがとうございました